はい、皆さんこんにちは、下野正樹です。どうですか今年のこの冬、もう本当に釣り場ではねすごい中途半端な、季節感になってるんですけども、実際ね、1月東京にね降った大雪、あれはね本当もう毎年なら春先に降る雪なんですよね。もう気圧配置なんか完全にその春の大雪、それの気圧配置、それが1月にね、降って、でも完全東京の人はねみんなパニックってはりましたよね。だから湖もねそういう感じでこう本当カレンダー通りにね本当のその冬の季節感っていうのがなかなか出てないんですけども、そのね、季節感がないっていうこの冬場、特にねもう今年琵琶湖ではね大きなバスが例えば固まってて、すごいエリアの中のピンスポット、そういう場所で釣りをしててもねなかなかいい目ができないんですよね。その代わり本当例年になく数を釣るだけやったらねボートからでも岸からでもすごい簡単に釣れてるんですよね。ほんでねその簡単に釣れてる時にただ釣れるからって言ってね、例えばもう常吉とかそういうやつでねただただ遊んでるっていう感じじゃなくって、釣れる時にはいろいろなことを練習しようということで、このビデオの中ではねまだ一回もやってない、メタルジグの釣り、それをね、してますので、皆さんがねなんか遊ぶ参考にしてください。魚はいてんでな、魚はおる、どうしよう、よく取っとる、はい、先月号でもやったんですけど、とりあえず今年のこの冬はね、魚が当たりを出さない、だから今これ常吉、僕の言うドロップショットで、やっぱし先月話してたみたいに1ヶ月経ってもこう投げて誘いながら聞いて、本当に聞いてから合わすんじゃなくて聞き合わせをしていく、当たりを出してくれないんでね、だからこれ1ヶ月経ってもね今年琵琶湖はねこれ水温がまだこの北のエリアで、ここ今どれぐらいになるのかな、近江舞子になるのかな、そこでね水温がねまだ10度切らないんですよ、これ1月に入っても。でそこでねやっぱりただこれ冬場やから琵琶湖の場合これ風の影響を受けてねなかなか、自分の思った釣り場で釣りができないっていうのがあるんですけども、そんな時に風裏を探してこういうところでとりあえずバスを触って遊ぶ、で実際の話こうやってねえ常吉なりね、まあ、僕らの言うドロップショットなりで
やってたら魚はもう嫌でも触れてしまう。ただもうあんまり同じ釣り方をねしてても釣れんの分かってしまったら面白ないの でこういう魚が結構集まってるエリア、そういうところをね見つけた時に、あと新しいね釣りをする練習をしてみはったりですね、皆さんがね。私まずこのスピニングを封印してしまう、まずスピニングを封印してしまって、さあ新しい釣り方、これはね結構みんなが忘れてしまってるんだけども、これメタルジグ、これをねちょっと魚が集まってるところで練習しはったようですよね。結構さし、こういう重いもん使ったら、自分が釣り機とかでやってる時に投げてて結構早めから動かしすぎててそこ切れてしもてるいうのもようわかるけど、まあ、今みたいにまっすぐ沈めていって自分の真下の深さを取って、そっからこうどれぐらいの高さでメタルを動かすにゃっていうので、まあ上から落としていく方法もあるし、でもう一つはその深さの分だけ投げてカーブで落としてくる、深さの分だけ投げて、ほんでこれでカーブホールでずーっと落としてきて真下に持ってくる、ほんでこの時どれぐらいの距離投げたらええにゃっていうやつはね、こうずーっとカーブホールで沈めてきて、ずーっと沈んでるのを待つでしょ、沈んでるの待ってて、まだそこつかへんよね。これでまだそこつかへんで、これでまだそこつかへんもんね。これでだんだんほら角度がずーっとこう小さくなってくるでしょ。今今でそこついてんね。ほな今この角度、まあまあこれ自分の真下に近い距離で今たまたま投げられた。ほんであれがこう角度がついて、そこについた後にね角度がついてたら、あ今のはちょっと投げすぎてんなと。それで調節していって、だいたい今自分が釣ってる深さ、その分だけ前へ投げてカーブで落としてくる、その方法もあるし、その時はもう着底した時とのこう 糸と竿の角だよね、それで調節していく。そしてね、何か障害物を狙ってる時以外はね、そのブレークライン上を風に流されながら、こうブレークラインのところをねずーっと同じ感覚で、ほんで時玉ちょっとライン出してみて、だんだんブレークライン深さ変わるからね、その自分の回し穴の深さにちょっと調節したらいいのね。今僕は砂浜からずーっとダラダラと来てて、こう急激に落ちてるね14から15のところ、そこをちょっと今狙ってます。今そこについたよね。で角度がちょっとあるうちはね、スプーン使ってるみたいにちょっとなんかな、ゆらゆらって遊んでて、で自分の足元に来てからバーチカルに釣りしたらええし、よいしょ、ああね、
当たりの出方っていうかね、当たりの種類がね、今これちょっと合わせた時にこうもつれてるでしょ。これ自分がねしゃくってる時こういうもつれ方をしたら、それまでこれで結構ね抵抗がストレートにこう重い抵抗の足に動いてたやつがね、こうしゃくり方がおかしくなってこうもつれた時、もつれた時はこう抵抗を受けるんね。それと同じような感じも一つ当たりであるんですよ。それだけにあれなんかちょっと重さが変わったなって思ったらとりあえず合わせてみる。で合わせてみて魚の感じがなかったら巻き上げてきたら今みたいに動かし方が悪かって引っかかってる時がある。でそれとあと、普通にワームとかみたいにねコンってこうツッツッてしゃくってて、メタルジグがフッて落ちていくような時にねこうコンって当たったりとかするから、そういう時は全部ね即合わせです。ここの砂浜はねここでもう14メーターからね20メーターまで一気にもう幅が3メーターぐらいの幅で落ちていく境に、ちょっとボートが流れたらねもう深いとこ行ってしまう。それの落ち口の14メーターぐらいのところを釣るみたいな感じで、よいしょ。これもすごい、ほら胃袋めっちゃ深いところで出てるから、すね吉したりとかするよりか勝負は早いよね、深いところのやつは。飛んで3回連続やな。お、ちょっとサイズが良くなった。あ、サイズが良くなったらちょっと胃袋が出てない。こうブレグラインでねメタルするときはね、だいたいちょっとずつ深さ変えながら、どの深さでバスが寄ってんのかそれを探しながら釣りしたらええから。で、あとはもう深さが決まって、よいしょ、あ、しまった。それで深さが決まったらそのラインをずっと流していったらいいんですよね。よし、帰った。おー、タバコを吸おう思った時に来たわ。魚を押す思った時にいたぞ。あー、うまめさんや。こんな感じで関係なしに食ってくるよね。
り動作が退屈やからタバコでも吸おうとか思う。今のは14m50ぐらい、14m50ぐらいできた。私ね、重いものを使ってる割にはね、こうしゃくる動作が続く境にあんまりそこでこうハンドル巻いてしまうとメタルが結構浮いてしまうさかいね。やっぱり季節的なもんで、やっぱしこうボトムに近いところの方がやっぱしちゃんと食ってくるし、だから自分がだいたいそのそこからどれぐらい切ってこの自分のジグを動かしてんやっていうのが自分の頭の中でちゃんとこう想像できるようにして、私ちょっとそれに疑問感じた時はね、こうやってライン緩めてみたらちゃんと糸がたるむよね。糸がこうたるむ、それたるんだとこでこう自分のしゃくる幅だけ調節して、糸がたるんだとこで自分のしゃくる幅だけ調節して、頭にかかっとる。やばい、14m のとこで釣るな。メタルの釣れるのは14かな。メタルジグの場合ね、釣れる理由がだいたいこうリアクションバイトになってしまうし、今これこのメタルが表も裏も同じ色のやつを使ってて釣れてるんですよね。ほんで同じとこで長いことやってる時とか、ちょっとあれ反応悪いなって思うような時にはね、これ表と裏、これ色が違うやつ、これを使ってみる。色がコロッコロッって変わるのもね、リアクションの要素の一つやから。私今これはね、僕自分で、シルバーのメタルにね、マジックで適当に色を塗ってるやつ、これに変えて、またちょっと同じとこをずっとしつこいあるような時はね、それでちょっとリアクションの理由を変えてしまう。キラ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 ってやってて、ほんであと動きのパッ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 って動きに、それプラス裏表の色の違い、またユークロが出とる。よいしょ。18m。
初めは14メーターのブレークで釣れてて、ちょ当たりが遠い先にちょっとだんだん孵化していったら今18メーターで、今度はちょっとちっちゃなったけど、へえ、18メーターに固まってたのかな。はっ、4毛ぐらい深いとこから上がってきてしまった。やっぱり18メーターおるわ。18メーターに固まったのかな。おお、深い深い深いし、上げてくんのが、おお、おお、待っと待っと、おお、これは横かかったる。チビさんやけど、おもろい。今ひょっとしてとか思ってビュンとか大きい投げて、それこそ20メーターぐらいのところからこの足元の18まで沈んでくるのもあって、こんな深いところにいるのかな。はじめは14のブレークでパンパーンと来てんけど、それから当たりが遠なって、今度は18まで深さ変えたら、18が正解かな。おお、上がってきた、上がってきた。おい、おい、よし。ああ、これもいいよ、これ。よし。よしよし。ああ、もう沈んだら、連発や。よいしょ、奥取る、深海魚バスになって、目玉が目玉が飛び出して深海魚バスになった。ここは20メーター。よいしょ、コイン剣道、これは外掛かりや。こんなんは下に群れてんのかな。群れてるエリア。よいしょ。よしよしよし。
けどもともとねこのメタルジグなんかの釣りはあれですよ、アメリカでスポッテッドバスが8メーター以上ぐらいのところでね、下にブッシュなんかあるようなところ、そこをバーチカルに釣る釣りあるけどね、そっから始まったの。スポッテッドなんかこう回ってきて、その深いところのブッシュなんかに突き寄って、ほんとすごい群れてる。その群れてる魚で食い気のあるやつ、そいつをバーチカルに釣っていく釣りやから。どっちかやったらラージでも、こう固まってて食い気のあるやつの数釣り遊ぶのには面白いね。はい、どうでした？もうメタルジグで入れ食いになってるんですけどね、とりあえず、このメタルジグっていうルアーはね、例えばこうダム湖で、立ち木に沿ってとか、それからね、岬のこう深いところにあるね、スタンプ切り株やね、そういうのが群れているところ、そういうところを真上から直接ね、狙って釣ったりとか。北浦とか霞ヶ浦ではね、水の底にある、小田、それをね真上から狙ったりとか、これ季節を問わずにね、結構使ってみるとね、釣れるルアーなんですよね。ただね、その当たりの取り方、それをね今、琵琶湖でやったらね、こうやって風の釣れる時にちょっとね、皆さん練習をしてみはったらどうでしょうかね。はい、でそれと、今このシーズンね、カレンダーでは冬ですよっていうとこなんですけども、皆さんがそういう感覚でいてる時にちょっとね驚くような釣り、真冬のトップウォーター、これをやってるのでね、見てください。今回はねここ、和歌山県和歌山市かな、その市内を流れてる、紀の川っていうところに来ました。僕はだいぶと昔にね、ここはね雷魚釣り、それこそ雷魚釣りで通ってたのはね25年ぐらい前、それぐらいに通ってて、で最近ではね一回、テレビ局の撮影でね、
この川にも釣りに来たんですけども、その時に驚いたのが、わあなんとバスが多なってんねやみたいなんでね、すごい驚いたんですけども、今回はこれもうこの冬の川のバス釣り、それに挑戦しよういうことで、今ここのこの前の景色もね、これあったかい時やったらすごいええやろなみたいなね、こうちょうど瀬尾地からほんでちょっとこうよどんでる、こう川がきれいにカーブしてるところにね、テトラとかの障害物が入ってて、すごいいい場所なんですけども、今回これもう今日でももう朝からこれすごい風きつうて冷え込んでるんやけど、この流れのちょうど横にね、小さなこれワンドがあるんですけども、そのワンドの合流点から、今思うのではどちらかいうと、そのワンドの中、その水の止まってるところの方がええのんちゃうやろかということで、まずこの合流点から、ワンドにかけて、それをちょっとずつチェックしていきます。はい、これです。なんか足ばかりな。ピッピッピッ。どう立てこうか。どうですか、釣れました？やっぱり下野さんですね。うん、釣れた？3本ですけど。あ、3本出た。ええやつ出た。いや、釣らないです。ちっちゃい？35センチぐらいの。35ぐらいの、はい、大きいの出へん。このウィードのあるエリアでちょっと様子を見てて、たまたま、釣り場にいてた人に声もかけてみてね、朝からの様子それを聞いてみて、やっぱりちょっとね、そのウィードのある浅い場所じゃなくて、ちょっと奥の、深い場所、そちらをチェックしようと思って移動を始めたんですけども、まあ朝から来てる人のね、釣果を聞きながら、バス釣り冬はそんな早朝来てもしゃあないでって思いながら、こう時間帯やね、こう狙う時間帯が来るのを待っているとこなんですよね。そして、ラバージグなんかでこうチェックをしてるんですけど、気持ちの中ではね、どうしてもこのエリアがすごい小魚の多いエリアなので、そのラバージグで今のその時間帯ではね、ちょっと反応はまだ無理やろなっては思ってるんで、ちょっと身の毛と、ほんでそれもちょっとまだ魚はね、その時間帯で深場なので、サスペンドのシャドウをつけていたやつから、またねシンキングの身のっていう方へ頭が働いていってるんです。しばらくこのシンキングミノーとかそういうのみんな忘れてるやろしな。ひょっとしたら折れかもしれない。いいよ、飛ぶよ、飛ぶ、シンキング。よし、来た来た。あ、前だ。よし、来た来たとか言ってて割れた。この前にね、チビがあれな、ベイトフィッシュ追いかけてバスがピュッて上がってきたりとかしとんねんけどな。でもチビさんや、いや今のなんやってんの、コツンってきたのにな。おフィッシュ、おビーフリーズのシンキング、フィッシュフィッシュ、ええやつかな。おお、やつやつだ。おお、でかいでかいでかい。ええやつ、ええやつ、ほらほら。ほら。ええやつだけど、どうやって取り込んだいね。こっち来い。こっち来い、こっち。ほらほらほら。おお。
しょ。ふう、やった。紀の川のバス、綺麗や。紀の川のバスは綺麗だ。ほら、ビーフリーズのシンキング、ゴーン、くわえてあるわ。綺麗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 。はい。おいしげー。40ぐらいかな。もっとでかいやつ。もっとでかいやつ来い。やばい、あれなぁ。なんか、身の大取る。そのタイミングかなぁ。よいしょ、よいしょ。おー、来た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 。今日はビーフリーズの日ですよ、これは。いい感じや。ほら、飲み込んであるわ。よしよしよし。ビーフリーズ、色がや、正解ね。うわぁ、変なかかり方しとる。飲み込んだっさかい。ビーフリーズのシンキング、あたし、ほら、よいしょ。こうやってトン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 、そこをやってるのが正解かもしれんな。フローティングでもないし、サスペンドでもないし、シンキングやで。後ろはバスかな。あの前のあれは、おバカ。ああ、雨が降ってきたな思って、カッパに着替えに行って帰ってきたら、もう雨上がりだった。ダーされた、ほんまに。ペース出たんやけ。よそ見してたら出とるやんか。出て乗り寄らへんかった。あっち側のライズの方がええなとか思って、よそ見してたらペンシルペンシル出とった。あ、出た。乗った乗った、ペンシルペンシル。なんやねこれ。ほらほらほら。あ、今日の一番でかいやつや。ほら。ちょっと木の皮バカにしてるかなと思ったら、ほらほらほら、でかっ、ほら、ペンシルペンシル丸飲みですよ。なんちゅうとこやねん、ここは。あれかな、着替えに行ってて、ちょっと釣り場を休めたんがよかったんかな。1月ですよ。これ、琵琶湖でもようあんねんけどな。1月のトップ。冗談でやったら、お前じゃった。でもこれすごい、ほら。このバスは綺麗やわ、ほら。もうほっぽも。よし、帰れ。とんでもないですね。絶対どこの釣り場行っててもあれやもんな。でかいバスがバーン餌食いよんのって、11時から1時2時までの間やもんな。
もう調子乗っててもあかんかな。ペンシルペンシルで。おっ、真冬に、トップウォーターでバスが狙える釣り場の条件っていうのは、まず基本的にその冬場の、季節風を受けにくいエリア、それはその釣り場の全体的の景色なんですよね。そこに、深場がある。その深場に対して、隣接する、シャローがある。そしてその深場に、何か障害物があると、そこにバスの餌になる小魚が集まってくるんですよね。その餌になる小魚が集まるので、バスが寄ってくる。その餌になる小魚はね、その日のある時間帯、だいたいそのお昼前後とか夕方に、小魚自体が餌を取りにシャローへ移動するんです。そのシャローに移動した小魚について、そこにいるバスの何割かのバスが移動するわけです。そして、小魚を餌として捕食をしてしまうと、そこに、トップウォーターが投げられると、自然と釣れてしまうっていう図式になってしまいます。おー、出た。メシメシ、あれずっと背中が後ろついてきてたもんな。おー、いい感じ、いい感じ、いい感じですよ。なんか潜水艦みたいにスーッ背中がついていとった。ああ、ええわ、ええわ。さっきからこのペンシルペンシルはサイズが全部ええ。あ、ちょっと、これはまた抜けるかな。うわっ、いた、ほら、うわあ、背中から手が回せへん。このシューってついていけた。ほら、ペンシルペンシル、いや、ほら、綺麗やわ。こいつも傷があらへん。釣られた跡がないやつが、尾っぽがめちゃめちゃ綺麗や。ペンシルペンシルですよ。よいしょ、ドッポーンでかはし。あら、めちゃめちゃおもろなってきた。いやー、行け行け行け。お、また、うわ、すっごいこの子だから。よし、今度は一回サミ。下の小魚見てたらサミに出た。おお、ええやつ、ええやつ。おお、いける、くっ。おお、ええやつ、ええやつ。ほら、おお、でかでかでか。これはでかいですよ。ほらほらほら、これはどうしよう。おい、ちょっと待ってくれ。年寄り、ちょっと体の動きが遅いんやから。おお、やった。これはでかいですわ。おお、ほらほらほら、ほら、サミ。1月ですよ。トップで遊ぶなよ。あ、こいつ俺に釣られて得しょったわ。ほら、誰か仕掛け切られてる。ほら、口がほら、スネギチのオフセットの針が、よいしょ、ほーら、サミで。
あれ持ってねえからね。ああ、完全に持っていけたもんね。横飛びやったな、今のな。ほう、横飛び。おい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 。この1月にこんな楽しいことさせてくれんなよ、ほんまに。お、出た。お、乗った。こんな可愛いやん。おお、あー、それ嬉しいわ。このサイズを可愛い言えるようになってきたやん。ほら、あっちゃー、ほんまにあんたら元気やな。1月ですね。今ちょうどあれもな、12時回って、みんな普通麻酔してる人やったら気抜く時間帯やねんけどな、朝早から釣り来て。その時がやっぱし琵琶湖でもどこでも一番ええ時ですよ。琵琶湖でもさもんな、1年通していつもええバス釣れんのって11時から1時ぐらいまでの間もんな、スコーンってはまってる時は。また離されたんやけ。あと3匹釣らんのあかんようになったんやけ。追いついた。彼に追いつきました。おお、いい感じや。よし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 。これは太いです。木の皮が大好きになってきました。いけるかな。よし、ちょっとほら。ほら。追いついたぞー。よし、今度こそ。ほら、今のは完全に綺麗な当たりだった。あ、これも良さそうですよ。うわ、よいけど。どうしよう、この高いとこからお前、年寄りが降りていくのが大変やんけ。あ、ええわよ。やっちゃえ、やっちゃ。今日の一番でさ。ほらほら。うずずずずずず。これをどう降りていったらいいの、ほら。よいしょ。ほら、ああ、さっきのさっきのサミで釣れた方がでかいかな。よいしょ。これは思ったよりはでかなかったな。でもラバジグちゃんと上顎行きましたよ。はい、ラバジグ釣り返ししました。よし、今度もや。よいしょ、また乗った。よし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 、ええ当たりですな。これはちょっとちびこいですな。あ、いけるいける。よいしょ。ほら、ええ感じの当たりです。よいしょ。はあ、でも全部太いよな。よいしょ。ちょっとトップの気配がなくなったら下に入りました。よいしょ。
がってくれ。上がってくれ。ガッガッガッ。おい、やっちゃん。あ、これ誰かの糸くわえてるわ。ちっ。よいしょ。やったー。けたけた。よっしゃ。あ、今度は豆さん。今度は豆さんですよ。ふう、ふうほほほほ。飛びよ飛びよ。よいしょ。かかか。回った足。うわ、雨きつくなってきた。もう雨きつくなってきたな。これらで管理したのかもな。よいしょ。お、ちょうど2時。9時から釣り始めて10、11、12、1、2、5時間。5時間で何倍や。12匹か。管理したろ。もう帰ろう。寒い。トップウォーターでバコーン出てね、ほんでその後またね、ラバージグで根こそぎっていう釣りなんですけども、これ実際ね、本当わずかの時間の間にね、すごい楽しい釣りをしたんですけども、今回のこの映像を見てね、皆さんが勘違いしてほしくないことがあるんですよね。それは例えば紀の川に行ったらあんだけ釣れんやとかね、そうか、あの馬車やさけによう釣れたんやとか、でサミヤシ釣れたんやとかね、ペンシルペンシルヤシ釣れたんやとかね、そういう方向の考え方をやめてほしいんですよね。これはこの真冬にトップウォーターで魚が反応するっていう条件、これはね、琵琶湖でも例えばもう紀の川でも野池でもね、法則的にちゃんとあるんですよね。その冬場にその毎年毎年その冬の時にその釣り場がね、その冬の季節風なんかに影響を受けにくいエリア、そういうエリアでね、ちょっと深場があるところ、でその深場にね、障害物なんかがあったら最高なんですよね。でそういうところはね、バスが寄るんかっていう以前にバスの餌になるね、小魚が寄ってくるエリアなんですよね。でそのね、バスは障害物なんかに隠れながら、目の前にちょろちょろってするね、その小魚を簡単に捕食できるエリア、そういうエリアにバスと小魚が集まっていると。そしてね、その小魚が、大概ねこうポカポカした時とか、まあ普通の、天候の時なんかはね、11時ぐらいから、今度はね、小魚が餌を食いにその深場のディープのね、近くにあるシャローへ移動するんですよ。そうするとディープにいてたバスの大体3割ぐらいのバスがね、その小魚について動くと。そして、小魚はね、水面近くの餌を食ってて、その水面近くの餌を食ってる小魚を今度追ってきたバスが食うと。そうすると自然と水面にあるルアーに反応してしまうっていうのが公式なんですよ。だから自分の行く釣り場でね、そういう条件のところを見つけ出すと、いとも簡単にトップウォーターで真冬にバスは釣ることができるんですよね。でもこれがね、最近トップウォーターでね、中途半端な講釈を垂れたはる人がもしこういう状況に出会わはったとしたら、言わはることはね、この真冬の寒い時に私はトップウォーターでバスを誘い出したというはね、これ誘い出さんでも、もう勝手に連れてしまうっていうのが、本当の、意味なんですけども、
そしてあのまた最近ねこう流行ってるいろいろな形をしたルアートップウォーターでもねこう人魚さんの形したりとかねなんかとてつもなく変わった形をしてるやつで、水面でバスが出るそれが楽しいっていうのがあるんですけども実際本当にあのいろんな形の変わったもんで釣れるとね水面割ってくれたら楽しいんですよ。でもその率を上げたらもっと楽しいんですよね。だからあのそういうルアーを使っててもね、これはもう毎回私が言うてることなんですよね。バス釣りには釣りをそうやってする動作以前にバスの動きその釣り場の状況っていうのをね読む楽しみがあるんですよ。それを読みこなしてその場所へトップを持っていくと一匹しかまぐれで釣れへん魚がもっと率が上がるんですよね。そうするとその変わったルアーで釣っててもあの釣れる率が上がる境にもっと楽しになるとそういうことがね、できるんですよね。だから今回のこのビデオはね皆さんが今年1年もう一度バス釣りの原点、釣りをする動作の楽しみ以前に、釣り場の状況バスの状況を読むっていう楽しみがあるっていうことそれを再確認する、参考にしてくれはったら嬉しいです。それではまた次回でお会いしましょう。さよなら。